皆さんこんにちは。世界の紛糾から、本日は奈良県高市郡の飛鳥村を訪れておりますけれども、今私がおりますのは鬼の接近と呼ばれる石造物です。まあ、ご覧いただきましたら分かるように、まあ巨大な男性用トイレに見えなくはない。鬼がここで、用を足したということで鬼の接近と呼ばれておる石造物です。私もですね、小学校の頃遠足で何度かここを訪れたんですけども、まあ鬼の接近、鬼のトイレということでですね、まあ半笑いになっちゃいますけど、そのように信じておったんですが、実はですね、この鬼の接近、ここにありますように終末期古墳の石室の一部だったと言われております。付帯石ですね。でこの近くに鬼のまな板というのがあるんですけれども、それが、同じ古墳の、底石、底辺の石というように言われております。なるほど、当時は本当に鬼のトイレかと思っておったんですけれども、そう言われてみると、こう石室の、付帯石というかね、上部の石に見えなくはない、なかなか面白い石造物となっております。このように、まあ、飛鳥村にはいろんな石造物が残っておるんですけれども、この、鬼の接近につきましては、実は古墳の石室であったというわけであります。